県立加茂水産高校の実習船鳥海丸です。2ヶ月間の総合実習航海のため、この日酒田港から出港します。私も水産高校で昔こうやって実習に行ってたので、一つこう乗り越える壁じゃないかなと思って、また帰ってくれば一回り大きくなって帰ってきてくれるのを期待しております。実習船鳥海丸で出発するのは、県立加茂水産高校で海洋技術系を学ぶ2年生8人と乗組員や教官合わせて23人です。船では様々な技術がありますが、原子力栄光に心がけ、1ヶ月後には8名全員成長して帰ってこれるように頑張っていきます。2ヶ月間の船内生活で規則を守り、自分から積極的に勉強してやりたいと思っています。生徒たちは2ヶ月に及ぶ総合実習航海でイカ釣り漁やカニカゴ漁の実習を行い、操業技術を学びます。また航海で一番大切な安全に航海するための知識や船の中での集団生活を学びます。たくさん釣って仲間と楽しめるようにやりたいです。強い男に成長して帰ってきてくれればいいと思っております。一人でも多くこう船に乗って、はい、海の男としてこう活躍できる人がこう育ってくれればと。全校生徒に見送られ、いざ出港。鳥海丸は船内で実習を行いながら新潟港と北海道の小樽港に寄港し、2ヶ月後に酒田港に戻る予定です。8人の生徒の成長した姿が楽しみです。しっかり稼げてかっこいい漁師になりたいです。海と日本。動画いかがでしたか？チャンネル登録もよろしくお願いします。